こんにちは、宮沢優衣です。この国から学級崩壊をなくすため、学級満足度を毎年9割超えの学級経営術を1日1本 YouTube で配信しております。今日のテーマはですね、この動画を見るとクレーマーへの見方が180度変わります。こんなテーマでね、やっていきたいと思います。学校の先生してるとですね、ちょっとこうクレームをいただくっていうことがあったりしますね。自分自身に、担任自身にこう非があることもあればですね、あんまりこう非はないんだけれども、ちょっとこう言いがかりをつけられちゃうなんていうね、こともいろいろあったりすると思います。まあ様々だと思いますけれども、総じてですね、こうクレームをいただくと、まあ心と体が非常に削られるんですね。いや、体は削られないかもしれないけども、心が非常に削られてですね、明日への意欲、頑張ろうっていうこの意欲がもうとことん地に落ちていってしまうんですよね。実際にですね、先日YouTube のコミュニティ欄でアンケートを取った結果ですね、学校の先生のストレス何ですかって思ったら、3割ぐらいの人がこの人間関係にこう苦しんでるっていうところで、あ、そうなんだ、あ、じゃあちょっとそこに何かこう僕お役立てできないかなというふうに思って、この動画を撮ろうというふうに思っていました。実際宮沢がアプローチしていた、考えていたことでございます。学校の先生やっていた時にね、この動画を最後までご視聴いただければですね、心が削られるクレーマーの見方が180度変わるような、ポジティブに思えるようなヒント、きっかけが当てに入るかもしれませんので、よければですね、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速本題の方行きたいと思いますけれども、今日はですね、シンプルに2本柱でね、行きたいと思います。1つ目、僕が出会ったびっくり仰天クレーマーということでね、ちょっと1つだけ紹介させてください。で、メインは2番でございます。クレーマーは実は無料の〇〇なんですよっていうね、こと、ここがあなたの思考をもうガラリと変えるこのきっかけになると思いますので、ぜひ2番までご視聴ください。それでは早速いきましょう。1番、僕が出会ったですね、びっくり仰天クレーマーということで、まあいろいろね、いただきました。10年も学校の先生やってればですね、クレームのね、100個や200個ぐらいいただきますけれども、でもそうだよね、ある意味誰でもね、あると思いますけれども、まあ、その中でね、心に残ってるものはいくつもあるんですが、ちょっと分かりやすいところを一つだけね、紹介したいと思います。ですね、なんかね、劇やったんですよ、学校でね。その劇の台本を宮沢が作ったんですね。その台本に関するクレームでございました。何かっていうと、うちの子供のセリフが少ないじゃないかっていうクレームが来ました。もう絵に描いたような本当に分かりやすいクレームですね。なんか大学時代クレームとか学校の先生になったら来るんでしょ、怖いな、本当に来るのかなっていうふうに思ってたらですね、本当にこうテレビで紹介されるような、漫画にあるような、アニメにあるような分かりやすいクレームですね。うちの子供のセリフが少ないじゃないか、なんだこの台本はっていうところ、しょうがないですよね。セリフっていうのはだって多い少ない多少ありますよね。仮に桃太郎にやったとしたら、桃太郎とキジのセリフはさ、等しくはないよね。物語の進行上若干のさ、誤差ってのはあるじゃないですかっていうふうに思ってた。だからこの台本は許容範囲だよねっていうふうに思って、子どもたちに配布して子どもも納得してやっていたんだけれども、保護者はそうじゃなかった。なぜうちのキジのこの子どものセリフがこんなに少ないんじゃって、桃太郎じゃなかったけれどもね、キジじゃなかった、まあ、別の全然違う自作の物語だったんだけれども、まあ、そういうね、お叱りというかクレームをいただきました。これ非常にこう宮沢からしたら、一言で言ったらムカつきましたね。物語の進行上、作品全体のことを考えたら、それはそうじゃないかっていうふうに思っちゃったわけなんだけれども、途中から考えを改めていったわけですね。目次の2番目、クレーマーは無料の〇〇〇なんですよっていうことでございます。これ結論から言ったらですね、クレーマーは実は無料の助言者なんですね。助っ人っていうふうに言い換えてもいいかもしれない。サポーターって言っても言い換えてもいいかもしれないですね。これなんでなのか。クレーマーがサポーターってどういうことよ。敵でしょ。クレーム言ってくるモンスターペアレントとかって敵だよね。学校の敵だよねっていうふうに思っちゃってる学校の先生も多いと思うんだけれども、ちょっと見方を変えていきたい。クレーマーはそうじゃない。敵じゃなくて無料の
助言者なんですよということですね。理由は至極簡単です。クレーマーは実は PDCA サイクルの C を担ってくれているからっていうことですね。もう皆さん PDCA をご存知だと思います。プラン、ドゥ、チェック、アクションの頭文字を取ったものですね。学校の先生、計画立てます、教材研究して、実際授業実践していきます。ところが授業うまくいくところとうまくいかないところがあって反省しますね。改善点を考えますよね。それが C、 チェックの部分ですよね。要するにクレーマーの方々はですね、先生が考えて P で計画して、 Do で実践したものに対して、それは良くないよね、こういうふうに変えていった方がいいよねっていうチェックをしてくださってるってことですね。しかも無料で、お金を払わずに無料でチェックをしてくださってる。しかもですね、ものすごい熱量でしてくださってるってことですね。さらにですね、連日連続してずっとくださってるってことですね。言い方がきついのがちょっとたまに傷っていうところで、クレーマーもあながちね、ただただ嫌なこと言ってくる人、学校の私の敵なんだっていうふうじゃなくて、あ、こういうふうに思う保護者の方もおられるんだな、なるほど、自分の至らないところがあったし、じゃあちょっと今回は失敗しちゃったかけれども、次回からは改善していこうっていうふうにちょっと前向きにね、考えることができますよね。確かに短期的に見たら本当に苦しいんだけれども、長期的に見た時にむしろあなた自身は、担任自身は強くなっている、より優しくなっているということですね。そういう活動ができるようになっていくということでございます。実際先ほどの例のセリフの件あったじゃないですか。クレームお叱りをいただいてからですね、変わったんだよ宮沢、アプローチの仕方。これ何が変わったかっていうと、僕の言い分としては、セリフの多少量の多い少ないはあるけれども、裏方の仕事とかさ、ちょっと音響を流すとかさ、なんかちょっとこう幕を開けたり閉めるとかさ、なんかいろんな裏方の仕事があるから、仕事の総量で言えば変わらないようにちゃんと作ってたんだよね。桃太郎だったら桃太郎が出ずっぱりだけれども、裏方の仕事は桃太郎はできない。記事は確かに出番は少ないかもしれないけれども、その分裏方でたくさんできるよっていう、この仕事の総量が等しくなるように作っていたんだけれども、それが台本に反映されていなかった。ところが保護者は何を見て判断するかっていうと、台本を見て判断する、セリフの量で判断する。そうか、この裏側、裏方の仕事量もきちんと可視化すればいいんだなっていうことに気づいたわけ。このクレームをいただいたきっかけがあってね。で、結局その後から台本作る時には、セリフだけじゃなくて、そのセリフの真下にここで幕を開けるとか、ここで音を鳴らすとか、そういうところの枠を作るというか、ここにもたくさん仕事があるんですよ。で、名前も書けるような空欄というか、カッコみたいなところつけといてね。たくさんの仕事があって、いろんな仕事があって、この人との作品は成立してるんですよっていうのは、何も知らない保護者の方がパッと見た時に想像できるような配慮をするように変わりました。実際その翌年度からね、この話が採用2年目ぐらいの話だったんで、採用3年目4年目以降ぐらいの話だと思うんですけれども、やっぱりそれに気づくことができたのは、宮沢自身の気づきじゃなくて、いただいたんでね、このクレームをね。確かにその瞬間は腹立ったし、何、当たり前だろ、そんなセリフに前後があるなんて、そんな量のね下がるなんて当たり前だろっていうふうに思ってたんだけれども、やっぱりもう一回台本書こうかな、作ろうかなって思った時にピンと来るわけよ。去年こういうこと言われたよな、じゃあどうしたらいいかなっていう形でね、自分自身を、まあ、結論言ったら成長させて、いただいたって、本当にね、まあ長期的に見たらありがたい、短期的に見たら苦しいけど、長期的に見たら非常にこうありがたいお言葉だったな、なんていうふうに、まあ今だから言えますけれどもね。そんなお話でございました。いかがだったでしょうか。今日はですね、この動画でクレーマーの見方が180度変わりますよ、なんていうふうにちょっと豪語してみましたけれども、やっぱりクレーマーモンスターペアレントって言ったらイコール敵っていうふうに思い込んでしまいがちだし、完全にこっちが非がない場合もね、言いがかりつけられちゃうって場合もあるから、そういう感情が湧き出てくるのは分かるし、実際僕もそういう感情たくさん湧き出てきたんだけれども、実際こっちにちょっと非がある場合も時にはあるんでね、学校の先生にはね、そういう時にはむしろクレーマーのクレーマーがいただくクレームっていうのはですね、
必ずしも敵の発する言葉ということではなくてですね、むしろ助言なんだと、サポーターなんだと、無料で問題を伝えてくれている、しかもものすごい熱量で連日連夜、言い方がきついのがちょっとたまに傷ぐらいでね、覚えておいていただけたら少しあなたの心がふっと楽になるんじゃないのかなっていうふうに思ったりしています。実際宮沢はそのように考えていたし、今も時折来るこの YouTube のコメントでいただくクレームに対してそのように、ありがとうございます、助言をいただいて、そんなすごい熱量で助言をいただいて本当にありがとうございます、クソって思いながらねやっておりますけれども、一緒です、同じようにね頑張っていきましょう。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよ、ちょっとこう考えが変わったな、 あるいは少し心がふっと楽に立ったな、楽になったなっていうふうに思っていただけたら、いいねコメントシェアしていただけるととっても嬉しいです、よろしくお願いします。このように学級経営に関する動画や保護者対応に関する動画なんか1日1本配信しておりますので、ぜひぜひお見逃しのないように、チャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。最後一つお知らせをさせてください。こちらでございます。いよいよ2週間後ぐらいに迫ってきました、セミナーでございますね。ADHD の理解と実践ね、支援ということで、立ち歩く子、忘れる子、遅い子、クラスにいませんか、ついついこうそわそわしちゃう子ね、立ち歩いちゃったり、物事ポカーンと忘れてね、今日コンパスないや、またかいみたいなね、そういう子供とかいると思いますけれども、その子供にコンパス持ってきなさいって言っても忘れちゃう、で明日も持ってきなさいっていうふうに言っても忘れちゃう、これは支援の仕方が違うんですよね、ずれてるんですよね。でもそういうのってなかなかこう詳しく教えてもらったりしないじゃないですか、ということで自己投資学んでいきましょう。よければですね覗いてみてください。研究所メンバーシップにご登録いただけると、このチケットをご購入するオンラインショップに入店することができますので、ぜひぜひお待ちしております。それではまた明日、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。